ブーメラン3フレーズサンプラー。ブーメランというメーカーのルーパーです。実は初めて知りました。一応現行で販売されてるみたいです。こちらは修理で預かったものです。症状を確認します。早速ですが、全く音が出ません。スイッチやエンコーダーは動いてるようなので、動作自体はしてるみたいです。Rチャンネルの方も確認してみます。こちらも全く音が出ません。クリックランプも反応せず、実はアウトプットから常にノイズが出てるんですが、このノイズがスイッチング電源のコンデンサが終わってる時と似てます。分解して中身をチェックしたいと思います。サイドのネジを外します。リアとフロントのネジも外します。ケースが外れました。早速気になったんですが、表面実装の電解コンデンサが膨らんでるように見えます。ただ最初からこういう形なのか膨らんだのかは微妙です。電圧を測って針が揺れるか見てみます。測ってみましたが、揺れてはいませんでした。一応、コンデンサの容量も見てみましたが、特に変な感じはないようです。ただし、液漏れしたコンデンサを測定しても、正常な値が出ることが多いので、この測定は当てになりません。ということで、とりあえず交換してみます。フラックスを塗って、ハンダを足して、ハンダごて2本を使って、両端を温めながら取ります。取れました。余分なハンダを吸い取ります。一旦フラックスを掃除。表面実装の電解コンデンサの手持ちがないので、
通常の電解コンデンサを取り付けます。日コンニューズの経営です。足をパターンに合うように調整します。片方にハンダをして、片方の足をつけます。もう片方もハンダ付け。これで取り付け終わりました。同じように、あと2つも取り付けます。すべて交換できました。治ったか確認してみます。音が出ました。ループもできてます。とりあえず、治ったようです。機能は後で確認したいと思います。とりあえずで、通常の電解コンデンサを取り付けたのですが、ケースにも収まって、しっかりついていて、落下の心配もなさそうなので、今回は、このコンデンサのままでいきます。組み立てます。これで修理完了です。治ったので、動作確認をするのですが、機能は多く、複雑な上に、マニュアルが英語のものしかなく、基本的な使い方もわからず、大変でした。ループ機能とボーナス機能はあるのですが、まずループの方から、ループを押すと録音され、もう一度押すと録音が終了します。もう一度押すと再生が停止します。ループにも同じように録音します。ループ3も録音します。再生中に他のループを押すと、順番に再生されます。基本的にループは3つですが、ボーナスに割り当てると4つまで使えます。プレイスタイルのスイッチを長押しで、各ループを一括か個別か設定できます。ボリュームを個別で設定可能です。他のパラメーターも設定できると思うのですが、これ以上は詳しく、試しませんでした。次はボーナススイッチを試してみます。ボーナススイッチは4個プリセットできます。グリーンのホールドとタップ、イエローのホールドとタップで、全部で4個割り当てられます。その設定をボーナスアサインを長押しして、右側のホイールの表示から選びます。デフォルトだとボーナスのイエロータップに録音の削除が割り当てられてます。
ーナスのグリーンのホールドをリバースに設定してみます。グリーンホールドのエンコーダーを回し、リバースに設定します。設定モード解除。リバースになりました。同じようにオクターブを試してみます。このように、ループが3チャンネルに加えて、ボーナスを4個プリセットでき、かなり幅広い使い方ができるルーパーです。この基本的な使い方を理解するのに2時間ほどかかりました。皆さんは、わかりましたか？電源を入れた直後は焦らないでください。立ち上がるのに数秒かかります。マニュアルにしようと書いてありました。ということで、修理自体はよくある故障という感じでしたが、使い方を理解する方が時間がかかりました。修理よりも動作確認の方が時間がかかるというのは、実はよくあります。今回の修理が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた、次の機材でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。